こんにちは、やすです。たけです、久しぶりになりますけど、また、ちゃんとやっていきたいと思います。まあ、今年からちょっともうちょっと頻度を上げて動画更新していきたいと思うので、見てもらえればと思います。で、今回は、バキに出てくる合体術っていう技術について説明していきたいと思います。合体術がどういう技術かってわからない人のために説明をすると、パンチだとしたら、そのパンチの際に使用される関節をインパクトの瞬間に極限までこう体を硬直することで、クッションをなくして、それによって拳に自分の体重を全部乗せることができるっていう考え方の技術なんですよね。で、この技術について本当にその技術があるのかどうかっていう、歴史的にどういうふうな、どこで生まれてどういうふうにつながっていったかっていうのを説明したいなと思ったんですけど、僕はもう自分でこう勉強していっても、全くその漫画以外でその技術を目にしたことがないし、ネットで調べたりしても全然出てこないんですよね。その どっから来たのかとか、どういう技術なのかっていうの、本当にあるのかどうかっていうの全然出てこないんで、もう自分の個人的な解釈だけをしたいと思うので、まあこういう考え方もあるんだなという感じで聞いてもらえたなと思います。で、まずここで2つ重要なのが、まず全身の筋肉を硬直するっていう考え方と、自分の体重を乗せるっていう考え方、この2つに分解して説明したいと思います。で、まず打撃の際に全身の筋肉を硬直させるっていうのが、理にかなった動きかどうかっていうと、僕は理にかなってないと思いますね。っていうのも、打撃に関してクッションになる関節っていうのは、大体こう大まかに何個か大きくクッションになる関節って決まってると思うんですよね。例えばパンチだとしたら、この時のこの肘が、クッションになりますよね。まずこういう動きで打撃の力が吸収されてしまう。あと、肩、こういう動きで吸収されてしまう。で、あと腰ですよね。こういう動きで打った時のこういう反動で吸収されてしまう。この3つが主なアブソーバーになってくると思うんですよ、打撃の。それを固定してやることで、より体重を乗っけやすいかなと思います。で、その2つ目の体重乗っけをする考え方については、正しい考え方だなと思うんですけど、全身をやる必要はないと思います。やっぱり全身の筋肉を硬直するっていうのは、力みにつながるし、逆に打撃力落ちちゃうと思うんですよね。だから、その主要な関節を固定するっていう考え方の方が正しいっていうふうに思います。固定の仕方っていうのも、むやみに固定すればいいっていうわけじゃなくて、例えばこれでこれを動かなく固定しろって言った時、目つぶってこれ動かないように固定してみてってやる、こうやってやるとあんまり実際強くないんですよ。ポンポンポン動いちゃうんですよ。ただ普通に目開けて上から叩くから、それに動かないように硬直して、ちゃんと力を抜いてこうするといつ来るか、どういう方向で来るかっていうのが分かってる分、やっぱり強いんですよね。だから、もうむやみにグッて体を硬直させるっていうよりは、やっぱりその方向性と、その打撃の方向とタイミングと力の入れる部位、この3つをちゃんと考えて硬直しなかったらしっかりと固定されないんですよね。肘と肩と腰の3つどうやって固定するかっていうのを話していきたいと思います。まず肘なんですけど、肘は肘の絞りっていうのがあるんですよね。で、絞りっていうのはどういうことかっていうと、つくときに、素人の人ってよくこうやってパンチするときに、こうやってパンチするなんか素人多いと思うんですよ。これ肘開いてるから、このクッションの影響をすごく受けやすいんですね。で、肘を絞るっていうのは、だからこれを下にやる、この肘をこう下にやるっていう風にすると、こういうクッションが軽減されて、こう曲がりにくくなるんですよ、こう絞ると。ちょっと強い力で受けやすくなります。で、もちろんこう絞れば、さっき言ったみたいにこう絞ればいいっていう、こうグッてやればいいってわけじゃなくて、適度な絞り、その絞ることに筋肉を集中させすぎちゃうと、今度スピードとかがなくなっちゃうので、ちゃんとこう適度に、そんな無理なく絞る感じで、この方向、こういう絞りを使って打ちます。で、
それうまくできるようになってくると、こういう打ち方でもここ絞れるんですよね。別にこう外側からだから絞れないってわけじゃなくて、こういう打ち方でもちゃんと肘は絞れます。とりあえずこの肘を下に意識するっていうので肘のクッションをなくすっていうのが、まあ肘のクッションのなくし方です。で、次が肩のクッションのなくし方なんですけど、これが多分一番本当はクッションになってるんじゃないかなって僕は思うんですよね、正拳突きの場合は。で、ここのクッションをなくすっていうのは広背筋を使います。ここの広背筋を使ってロックしますね。普通に出すとこういう感じでパンチしますよね。でこれだったらこのクッションがすごいこう強いんですよ。で、ここをグッとこう広背筋を出してロックします。で、こう前から見たらこんな感じ、ここが出る感じで、こっちから見たらこう、後ろから見たらこんな感じで、こうここ出してロックします。で、これってアームレスリングやってる人だったら分かると思うんですけど、まあ、僕はアームレスリングそんなにちゃんとやったわけじゃないから偉そうなこと言えないんですけどやっぱこう腕でこうやるんじゃなくて、ここでロックしてこう体で倒すっていうのと、まあ、同じ考え方だと思うんですね。正拳突きもこう腕でやるんじゃなくて、ここでロックしてクッションをなくしてっていう風に広背筋を出して脇をこうグッて締めてロックするっていう考え方ですね。これはちょっと奥深いので、まあ、実際やれるなるのはすごく難しいですけど、まあ、考え方として聞いてもらえたらと思います。最後に腰のアブソーバーをなくす、クッションをなくすっていうのなんですけど、腰は、使い方が反らして膨らませるっていうんですけど、これもまたすごい難しいんですけど、普通の人がパンチするときってこう腰反らして力入れて叩くんですよね。で、こう腰反らして叩くとこういうクッションがどうしてもできちゃうんですよね。で、腰を反らして膨らませる、こういう状態、この腰を使います。で、もう一回もう普通に戻して、でもう一回反らして膨らませる、こう反らして膨らませるっていう形にこの腰をして、この腰で打つとここの反動が全然なくなるんですよね。ここのこう反りがなくなるんですね。するとこのアブソーバーがなくなるんですよ。だからこの腰をまあ意識するっていうことですね。この3つで体の固定をなるべくして打つことをすると体重で叩けるようになります。だから まとめると、全身の筋肉を硬直させるっていうよりは、打撃で主にクッションになるところをロックして、で、それも適切なタイミングで適切なその部位で適切な方向にで締めるっていう風にするといいと思いますね。すると体重が乗っかった理にかなったパンチができるというふうに思います。で、実際まあ叩くと、体ロックしないで叩くとこういう感じ、こういう感じでロックして叩くと、こう気持ち悪い、中に気持ち悪い、めっちゃこういう感じですねになります。まあ一個人の意見として聞いてもらえればと思います。それでは今回は終わります。ありがとうございました。